皆さんこんにちは。NGO 世界を見つめて進行を務めます認定 NPO 法人ダイアログフォー・ピープル代表理事、フォトジャーナリストの佐藤啓です。そして今回も鎌倉さんにご一緒いただきます。こんにちはよろしくお願いします。よろしくお願いします。同じく担当します鎌倉幸子です。皆さん今日はどうぞよろしくお願いします。はいあの久々の配信ということもありまして、改めてこの番組がどのような番組なのかご説明よろしくお願いいたします。はい。 この番組は毎回日本の NPO や NGO で働いている方をゲストにお招きして現地での活動やゲストの方の思いを伺うそんな番組です。 はい、この番組も16回目を迎えたということで、本当にあの様々な団体の方々のお話を聞いてきましたけれども、本当に自然災害であったり、様々な紛争であったり、世界のあちこちで本当に胸を痛めるようなニュースが続いてますけれども、やはりそうした世界を変えていくのは草の根の活動、一人一人の地に足のついた活動なのではないのかなということを、この番組の中から考えさせられてきました。 えー、それでは本日のゲストをご紹介いたします。本日のゲストえー、特定非営利活動法人ジムネット日本イラク医療支援ネットワーク海外事業担当の長谷部隆俊さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あよろしくお願いします。長谷部さんこんにちは。よろしくお願いいたします。こんにちは。 はい、あの、僕もイラクに取材に行ったりするご縁もありまして、ジムネットさんとはたびたび活動をご一緒してきたんですけれども、なんと鎌倉さんと長谷部さんが実は古くからのお知り合いということなんですね。1999年からです。あいやね、はい。99年 ?99 年。99年に、ね、同じ時期にね、はい。はい、あの、シャンディー国際ボランティア会という団体に、はい。同期です。はい はい。はい、なんとなんとということで、僕も初めて知ったんですけれども、はい、やっぱりこの業界、いろいろなこう団体であの活動されている方がいたりだとか、いろんな活動地を渡り歩いている方もいて、そのような長谷部さんの活動については後半でゆっくりお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。それではあの、まずはですね、ジムネットさんのことを知らない方向けに、ジムネットさんがどのような活動を行っているのか、どのように活動を始めたのかなど、そのような経緯などをご説明いただきましたら幸いです。 はいあのジムネットの,、はい、あの設立の経緯ですとかあの、話をさせていただければと思います。ええっと、一番初め、こちらですね、左下の、えー、写真なんですけども、今、えー、イラクの、えー、アルビル北部のあるです、ねえー、ジムネットハウスで行っているいろんな、ね、アクティビティなんです。こういったことをあのこれからあのご紹介させていただければと思います。 私たちですね、ジムネットのが活動しているイラクとはというところをお話ししたいと思います。まあ、あの一般的なあの国の概要なんですけども、まずここでお話ししたいのは、えー、いろんな民族の人がいるんだよというところですね。えー、アラブ、クルド、トルクメアシリア人、またあの後半の話でも出てきます、ヤジリーの方がいたりとかですね、あと言葉もいろいろあ,のあります。で、 えー、このちょっと黄色い部分、ちょっと色がかかっている部分分かりますかねあの、濃いアルビルとかですね、こちらの方はえっ、ー、はクルド自治区というふうになっていまして、バクダッドのある、えー、中央政府とはまた違う、えーえー、あの管轄というふうになっています。ただ、まあ、1つの国というところなんですよね。で私自身は、えー、このアルビル バクダットバスラ、えー、とクウェートの近くなんですが、はい、こういった地域の方で、あで、昨年も年度半分ぐらい行っていました。まあ、これはあのイラクのちょっと食べ物とか、そういったところなんですけども、えー、右下なんですけども、こちらですね、携帯の大きさがあの分かります、この大きさなんですけど、これ、実はですね、そっか、クイズじゃないから自分で言っちゃいますけど、恋なんです。 日本だと、東北だとか、あの長野とか、ああのまあ、私も福島の出身なので、よくちっちゃい頃食べてたんですけども、ね、あのこういったコイ、えー、を開いてです、ね、1時間ぐらい炭火にして食べるというのが、結構イラクでは名物になってます。本当にまあ食文化もいろいろ豊かなところです。私もまあ今、ひげも生やしてますけど、本当になんていうのかな。 えーとフレンドリーな方たちが多いですし、本当にあの人を元に出すということを大切にする社会ですね。ジムネットの、えーえー、設立の経緯につながるお話をちょっとこれからしていきたいと思います。こちらですね、えー、レッカーウラン弾ンなんですね。今もウクライナの方で、まあのえー、供与されているあの武器なんですけども、 放射能なんですね、それを出し続けると、でその放射能が出なくなるまで、何十億年も時間がかかるというんです、ですので、半、まあ、永久的に、えーまあ、その放射能を出し続けるというところで、えー、こちらの爆弾が湾岸、ね、戦争、イラック戦争のときに大量に使われただろうというふうに言われています。 でまあ、この地域で取れるお魚とか食べ物とか、であとそういった劣化ウラン弾がそのまま放置されてしまったので、まあ、そういった近くで遊ぶ子どもたちっていうのも多くいたというふうに言われているんですね。で、まああのー、イラクはあのー、戦争が長く続いてしまったので、まあ、きちっと劣化ウラン弾が使われたという検証は行われていないんですけども、まあ、こちらの武器が使われただろうという。 可能性が非常に高いんですね。まあそういったところからですね、癌、えー、の発生率というのが非常に増えてきてしまいました。本当残念なことなんですよね。で、またあのー、今お話ししました、えー、イラク戦争というのは。 あのまあ、皆さんあの、若い方は知らないかもしれないんですけども、えー、誤った情報に基づく戦争だったということなんです。ですので、戦争も行われる必要はなかったし、劣化ウランーも落とされる必要はなかったと。で、えー、とこちら、えー、当時、えー、アメリカの国務長官。 外務大臣にあたる方ですね、パウエル氏が2003年ですね、国連の安全保障理事会で演説して、アメリカがつかんでいる情報として、イラクの当時、政権を持っていたフセインが大量破壊兵器の開発を行っていると,と非難して、これがイラク開戦につながるきっかけとなりました。日本も協力してしまったというところなんですが、 実際、大量兵器破壊は見,見つかってないんですよ。で、パーウエルさんは、まあ、亡くなるまで、えっと、人生の汚点だというふうに解雇しています。まあ、この話すると、大学生とあのあの最近あのしゃべったりすることも多いんですけども、ねえ、人生の汚点だで済まされる問題じゃないだろうというふうに皆さん驚きます。で、結構知らないですね、二十歳前後の、ね、方たち。はい まあえー、イラクの治安というところもこ、これだけです、ねえー、2003年の初、えー、め、また6年、7年、ちょっと話し始めて長くなっちゃうので省きますが、また、えー、イスラム国と呼ばれる、えー、グループが出てきたときも、これだけの方、民間人の方ですよが亡くなってしまった、ですので18万から21万の方が亡くなってしまっただろうと言われる。えー 国社会になってししままいました、えーまあ、こういったですね IS の時なんですけども、えー、本当に双方から、まあ、米軍が攻撃したり逆に IS が、えー、薬品を焼くということもあったんですよね。まあ、こういった本当に戦争の歴史だったんです。 でまあ、ジムネットの設立としましては、先ほどの劣化ウラン弾の後にですに、ね、特にバスラの方南部のバスラで、が、え、ん、ー、の発生率が多くなりました。で、そのお医者さんたちが日本に来てですね、ね何とかしてくれないかというところで、えー、我々日本の市民がです、ね、何かできないかというところ、そういったところで、えー、平和な安心できる社会づくりをやっていこうというところで始まったのが、えー、ジムネットの。 設立のきっかけです。 ありがとうございます。今、あの、ックウラン団の話がありましたけれども、レックウランってそもそも放射性廃棄物なんですよね。で、それをまあ武器に転用することで、まあ密度が高い、より、あの、破壊力が強い武器として使われるということですけれども、うん、まあそうしたものが放置されることで、まあ小児が様々な、こう、影響が生まれてしまっていると。であの、ジムネットさんはですね、そうしたイラク小児がの支援を、あの、継続的にずっと続けていらっしゃると思いますけれども、はい、そちらについてもう少しご詳細伺ってもよろしいでしょうか。 はい、今のイラクの現状なんですけども、まあ、私もこの3年ぐらいです、ね、かなり頻繁にイラクに行ってるんですが、まあ、だいぶ落ち着いてきたかなといってもです、ねえー、難民の多くが故郷に帰れない、まあ、国内避難民の方たちも帰れないという状況があります。まあ、なかなか復興しても戻らないという選択肢、まあ、子どもさんの、ね、学校のこととか新しい仕事を見つけたよということもありますし あのやっぱりまだですね、えー、イラクにいるシリア難民の方とお話ししても、とてもね、シリアに戻れる状況じゃないんだ、まあ、そういったところで、えーえー、本当に多くの方たちが、えー、自分の故郷を離れて生活するというのが、えー、続いています。でまたあの、イラクのです、ね、特に北部とか行きますと、本当に日本円で1億円、2億円ぐらいの高級、なんていうんでしょう、 えー、住宅が売られてるんですねこんな買う人いるのかというところで一方で、えー、小児がんの患者のお宅をいなあの結構回ったりするんですけども本当になんていうんでしょうあの建設中の建物で住んでいたり本当に冬なのに窓ガラスがないお家とかそういった方たちもいたりで若者の失業率も非常に高いですそういう意味の格差というのが非常にありますよね。 でまたあの IS, あの IS ・イスラム国は亡くなったとっいうふうに皆さん多く思っているかもしれないんですけれども、実は残党というのが、まだイラクの、えー、なんて言うんでしょう、なかなかあの人目につかない場所、山岳地帯とかそういったところで活動をしているという状況がまだあります。また、えー、イスラエル・パレスチナの情勢を受けてですね、本当に、あのー、まあい、 イラクの首都バクダートでもですね、連帯ガザへの連帯を示す大きなデモがあったり、ですね、でまたあのバクダートの,あのうちのスタッフはパレスチナ難民なんですね、アブサイドさんというんですけども、本当にまあ彼自身は親の世代に、えー、イラクの方に逃れてきた、まあ、そういった方たち、彼が呼びかけてですね、支援先の、えー、小児教育病院でもですね、 えー、スタッフさんや患者さんがフリー・パレスタイン、プレイ・フォー・ガザという紙を掲げて連帯を示してました。まあ、それがこういった写真ですで。またですね、ちょっと今日特にお伝えしたかったのが、イラクやシリアにある米軍の施設や大使館への攻撃っていうのはすごい続いています。で、本当にですね、これまで、えー、少なくてもシリア、イラクの米軍関連施設にですね、 ドローンやミサイルによる攻撃が100回以上あるということがえあります。私もあの11月、12月、昨年なんですけども、いたときもかなり多くの攻撃がありました。まあ、あの誰が攻撃を行ったかというのは、えーと、なかなかアナウンスされないんですけども、えーまあ、イラク国内ではそれに対する米軍の報復攻撃、それがイラク国内であったりとかですね、まあ、なんていうんでしょう。 本当にまあ程度の戦争というのかな、紛争というのか、えー、そういうのが続いています。で、また、えー、今年の1月15日には、えー、イラン政府のです、ねえー、軍がアルビルの複数の、えー、地域、まあ、特に、えー、米軍の施設とかですね、イスラエル関係者に対してのミサイル攻撃を同時にやったんですが、 もう明確にイランの政府軍がやったんだということもアナウンスしました。そういった難しい状況が続いています。で、これからの活動の内容に入っていきたいと思います。まあ、ジムネットはですね、大きくイラク小児癌支援、難民国内避難民支援、福島支援という。 えー、3つの柱があるんですが、えー、このタイミングではです、ね、イラクの小児がんの支援に関してお話をしていきたいと思います。えー、後ほどです、ね、ケイさんも言ったことあるかな、えー、とジムネットハウスというものが、ね、ありまして、えー、そういったところはです、ね、我々今、薬の支援だけじゃなくて、患者さん、またその家族に対する、えー、心理社会的な支援をあの大切にやっているんですね。えー 私も言って驚いたんですけども、まあ、小児がん、まああの、先進国と言われる国とはだいぶ違うんですが、それでも多くの、えー、小児がんの方たちは治ってます。ただ、親御さんたちはもう1回治ると、この子たちは死んでしまうんだって信じているんですね。で、またここに書いてありますように、自分の子どもががんになったことは家族全体、えー、親族が呪われてるからだということを、えー、話す家族も、えー、います。 でまたあの、日本と違ってです、ね、高度医療の施設というのは本当に限られているんですね。ですので、えー、県を越えてくる方たち、まあ、そういったところで、えっとまあ、ちっちゃい子どもが一、ね、人で病院に行くということはないので、えー、家族も一緒なんですが、特に男性の、えー、親が泊まれないというところですね。 で私も、えー、と見てきたんですけど、子どもたちがですね、まあえー、小児科にかかって、多くの子は治るんですけども、それでもやっぱり、えー、何年も治療にかかります。そうすると、学校の勉強止まっちゃうんですよね。それなので、今、二十歳前後のお子さんかな、バスラであった何人かの子どもさんたちは、小学校3、4年で僕たちの勉強終わっちゃったんだよねと。 そういったところで、まあ、治ってもちゃんとした仕事につけない、実は読み書きできないんだよねっていう、えー、子たちもいます。まあ、そういったところをですね、えー、いろいろ改善したいと思って、えー、アルビルの方にジムネットハウスを作りました。はい。こちら昔はですね、そのジムネットハウス前はえっ、ー、と、えー、診療が終わった夜のこういった場所でですね、お父さんたちが寝たり、あとまあこれ病院の反対側なんですけどもテントを張っ で生活したりとかですね、はい、いたんですが、えー、ジムネットハウスというのが2019年に、まあ、これは日本の政府の資金を、えー、使多く使って、まあ、市民の方たちからのご寄付をいただいたんですが、こちらができました。まあ、そういったところで、えー、と3階部分はあの施設になって、今は、えー、外で寝泊まりする患者さんたちはいなくなりました。でまた、あのー、ジムネットの活動としては、まあ 本当に今薬はだいぶ足りてきてはいるんですけども、えー、それでもですね、タイムリーに、えー、特定の薬が届かないとか、ですね、でえー、政府にリクエストしても、その特定の薬が来るのが半年後とか、倍のにこって来ないということがあるんですね。まあ、そういったときに病院と連携しながら、このお子,お子さんたちにはどういう薬が必要かというところを、えー、北部のあるビル、また、 バクラーと、えー、南部の、えー、バスラーの方で、えー、協力をしています。またあの子どもたちもですねあの、勉強がなかなかできないという、えー、こともあります。で、またですね、えーと、これはヨーロッパの医学雑誌なんですけども、単に治療するだけじゃなくて、いろんなあのアクティビティ、あのなんて言うんでしょう、楽しいいろんなアクティビティをすると治癒率が高くなるんだというそういった えー、きちっと学術的なです、ねえー、根拠もあるんですが、イラクのお医者さんたちから言われてです、ね、まあ、いろんなやっぱりアクティビティをしてくださいというところで、えー、これはサマーコースの様子ですね、お絵かきをしたり、音楽を歌ったり、そういったアクティビティもしています。 またあの診療室の前なんですけれども私も最近高校に行ってきたばっかりなんですけれども本当にあの治療中のお子さんは髪の毛が抜けてしまうであったりあとその副作用で非常に体がしんどいという時にやっぱりそのお医者さんがそういった時にいろいろね ああのお遊びをしたりとかですね、そういったところで、子どもたちの気持ちをあの和ませてほしいというところで始まっています。毎日10 15人人から15人ぐらぐいいの,、ね、あのお子さんたちが来ていますで、まあ、こちらはあの南部の、えー、バスラ、まあ、これは、えー、子どもさんに特化した公立の病院なんですけれども、えー、毎日ですね、多くの子どもたちが、えー、と来ています。 で我々のスタッフがあのいるんですけども、まあ、彼女も実は、えー、とサバイバーで、ですね自分が本当苦しかった中、今、元気になって子どもたちに何かしたいというところで働いている、えー、スタッフです、まああの。彼女とかはですね本当に一人一人の子どもが来ると、その子のドリルとかすぐぱって出すんですよね。じゃあ、ここから勉強しようかとか、ですねそういったところでやっています。 でまた、こちら、貧困患者の訪問なんですけども、本当にあのシリアから来ていたり、イラク国内のえ内戦でえ故郷を離れてきている方というのも多くいらっしゃるんですね。で病院に行く交通費もないとか、ですねあと、病院が提供できないから、自分たちで、 えー、病院の外の薬局で薬を買わなきゃいけないという患者さんもいます。まあ、そういった、えー、と訪問を、えー、リーム、彼女自身もシディアナミンで、えー、アルビに来た方なんですけど、今、ジムネットのスタッフでこういった家庭を訪問をして、えー、あのサポートをしています、はい。また私もですね、これはこ去年の夏かな、はい、アブズラ・アジス君のお家なんですけども、ちょうど冬に行ったときは、はい。 だいぶ元気にににななって学校に戻れるようになりましたやっぱりこういったねお子さんたち見てるとすごく我々もね頑張ってやんなきゃいけないなというふうに思っています。でまたあの、えー、今ですね、えー、親の方たちに対しての正しい知識を教えるということもありますしあと子どもさんが治療を治った時にですねどういうふうに対応していたかということをですね今 がんにかかってしまったお子さんを持つあの親の方たちにその体験談を話すということをしています。これは非常にあの何て言うんでしょうかえーとあこういう場があってよかったねっていう声を聞いているところです。ありがとうございます。 活動詳細さまざまにあのお聞かせいただきましたけれども、僕自身、たびたび現地でジムネットさんとご一緒する中で、そもそもこうインフラが脆弱な中で、貧困過程になると、より一層、例えばこう医療費であったり、教育費であったり、大きな負担となってくるかなと思いますけれども、先ほどのご説明の中でもありましたし、後半ではあの難民の方々へのご支援についても伺いたいと思うんですけれども、本当に個別具体的に求める支援の違いというものはあるかと思うんですけれども、はい、そうしたイラク国内でのこう各 格差に基づくニーズの違いのようなものは、どのようにお感じですかあそうですね、私自身もですね、本当に3年前にイラクに行って、あこんなに豊かな地域もあるのに、こんなに貧しい地域もあるんだというふうに驚きました。まあ、これは本当にイラクに限ったことではなくて、まあ、経済の新自由主義の影響というのも非常にあって、格差がどん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 広がってしまっているというところがあるんですね。 そういったところでですね。本当にもうサポートが必要なご家族のえー、数っていうのがどん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 増えてきてしまってるというところが今の現状としてあります。うん、ま、そういったところ、本当は国であったりですね。地域がサポートしなければいけないところをですね。我々がえー、まあ、薬代ですよ。検査代ですよ。交通費ですよ。というところではいやってるというのが今の現状です。 はい、あの現地を本当にあのその身その体で歩いてあの訪問しているからこそ見えてくるニーズなどに細かく対応されているというその様子が伝わってきます。鎌倉さんお話を伺っていてどうでしたでしょうか。えありがとうございます。ちょっと感想というかですね最初前半やっぱり長谷部さんのお話でまあ、いかにこの情報が ちょっとこう錯綜する中で戦争が始まってしまい、で、その後も、ま、長く続く、まあ、あの、戦争時代があり、そして、ま、それに伴う貧困だったりとか、まあ、あの、いろんな不安材料がある中でですね、ちょっと、あの、ジムネットさんの病院の中の、あの、子供たちの、アクティビティの写真がすごいちょっとこうほっとしたんです。で、私、あの、うん、戦争で失うものってやっぱり命だったりとか、やっぱりそういうものでは、うん、ま、確かにあるんですけども、やっぱり子ども時代に戦争を体験すると。 失うものって子ども、うん、がやっぱり子どもの時っても戻らないけどもちょっと皆さんのこの病院で、まあ、戦争が原因でねやっぱりこう白血病だったりがんとかになってしまった子どもが、まあ、その中でもですねこう子どもらしい時間だったりとか子どもとして生きれる時間を作っているというか、うん、持ってもらう機会をあの提供してるというのがちょっとこうほっとしますし。うん 本当はいいそこの活動にすごい今、はい、共感いいたたしましままありがとうございますえ今後の活動についても少しお伺いしたいんですけれども、まあ、あのイラク、国内さまざまな事業を行われていますけれども、今後はどのような事業を今後なんですけれどもあの、心理的なサポートの重要性をあのお伝えしたかと思うんですが、そういったところもです、ねえー、もっともっと力を入れていきたいと思います。 2年前には日本のですね、えー、小児、えー、子どもさんたちのです、ねえー、精神、えー、精神科医の、えー、小沢伊吹さんというですね、えー、その彼女も現場に来てですね、いろいろうちのスタッフにアドバイスをしたり、こうしたらいいよということもしてくれて、で今もあのオンラインでいろいろフォローアップをしてくれています。 でまたあのイラクのお医者さん自身が、えー、力をつけていくそういったところをね今まで日本のお医者さんが主導していろいろ、まあ、ミニ小児がん学会みたいなことを行ってきたんですがこれからはイラクのお医者さんがイニシアティブを取ってやってもらいたいということを計画しています。 ありがとうございます。団体設立の項目にも書かれてましたけれども、やはりあの自分たちがやってきた支援が継続的にできるように、現地の人たち自身で行えるようになるまでがまあ支援である。 ということですね。ありがとうございます。まだまだあの、詳細にお話を伺っていきたいところなんですけれども、前半終了のお時間が迫ってまいりました。そして次回後半はですね、ジムネットさんが行っているもう一つの活動、難民支援事業について詳細にお伺いしていきたいと思います。またですね、長谷部さん、これまでにもあのいろいろな、えー、支援地であったり NGO 団体などを巡って来られたということで、そうしたお話も伺っていけたらなと思っています。えー、鎌倉さん、長谷部さん、次回もどうぞよろしくお願いいたします。 よろしくお願いします、うん、それでは皆さんまた次回の NGO 世界を見つめてでお会いしましょうありがとうございましたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられておりますご支援ご協力よろしくお願いいたします